友人様、筑波大の推薦入試を受験の裏で。11月25日、秋篠宮様は59歳のお誕生日に先んじて臨まれた記者会見で長男、友人様のご様子についてこのように述べられた。現在、高校3年生の友人様は他の同年代の学生たち同様、大学への進学を目前に控えられている。友人様は昆虫の生息環境などの自然史を学ぶことができる大学への進学を目標にしていると報じられてきました。進学先については、そのような学問が学べる東京大学や東京農業大学などではないかと言われ、筑波大学も有力視されてきました。皇室担当記者。そんな中、本誌12月3日発売号では友人様が筑波大学の推薦入試を受験されていたことを報じている。宮内庁関係者からの情報をもとに、受験日に大学を訪れると大学の門の前には複数のテレビ局のカメラを構えたクルーたちが集まっていた。1月28日と29日、2日にわたって行われた筑波大学の推薦入試、学校推薦型選抜。友人様がどの学部を受験しているのかは定かではないが、ご進学先として有望視されているのは生命環境学群、生物学類だ。この学群の学校推薦型選抜では大学入学共通テストは課されず、小論文と面接で合否が決まるが、推薦入試といえども、令和5年の生物学類では受験者29人に対し合格者は20人と、全員が合格できるわけではない。前室の皇室担当記者は、この夏筑波大学の推薦入試に挑まれる予兆のようなものがあったと明かす。友人様は9月6日に18歳を迎えられました。成年式にあたっては様々な儀式が執り行われます。しかし今年3月の時点で高校3年生として学校生活を送りつつ、進学に励まれる大切な時期ということで、成年式は来年3月の高校後卒業以降に行われると発表されました。皇室には大学を卒業するまでは学業を優先するという不文律があるので、儀式より学業を優先するのは当然のことなのです。だが今回のスケジュールは受験生の夏としては異例なものだったという。当初進学先の候補としては筑波大の他にも典子様が東京大学も考えられているという報道もありました。しかし東京大学の推薦入試には筑波大学と違って大学入学共通テストで8割以上の得点が必要です。受験の天王山とも言われる高校3年生の夏の時期、当然友人様も学業に励まれるのかと思ったのですが、友人様は全国高校総合文化祭の開会式などに出席するため7月31日から2日間に府県を訪問され、8月26日には京都で開催された国際昆虫学会議の開会式にも参加されたのです。受験生が追い込みをかける夏の時期に複数回地方を訪問されたことに、宮内庁内でも受験生とは思えないという声が上がったそうです。直近も共通テストまで残り2ヶ月を切るような時期にもかかわらず、友人様は皇居された百合子様のお通夜や連想の儀に参加されていて、お忙しいのに大丈夫だろうかと心配しておりました。ですが共通テストを受験しないということであれば余裕があるのも説明がつきます。前室皇室担当記者。合格発表は12月11日。公務の傍ら勉学に励まれてきた成果が報われることを祈るばかりだ。このニュースに関するネットの反応がこちら。高校入学前から惹かれたビアン、エイアンは国民の反対に遭い、あえなく挫折。そして今日つくようにビアンを強行。自分自身の意見としたら、これが果たして将来のためになるのかといったら非常に疑問に思う。面接のためのエピソード作り、国際昆虫学会議に携わるなんて、おそらく一般の高校にはできないことだから。昆虫学において大きく貢献されているっていう外堀を埋めてるだけ。周りの大人がジタバタしてるだけで本人の意思がまるで感じられない。そもそもの話、本当にトンボが好きなのかな。知事で申し訳ないけど、高校3年間部活を続け、3年の春の大会を最後に引退した後、自主的に他のクラブでサッカー続けてました。勉強は参考書とネットを活用して、解けない問題だけをネット検索という形で、1日の時間の使い方を工夫しながら東大経済学部に現役合格できました。要はタイプを考えることが大事なんですよ。友人様は高校生でありながら担当教官との共著でトンボ論文を学術発表されたり、夏休みには京都で開催の世界昆虫学会議に参加されましたことは、実質的な大学推薦の糧になっているのではないかと思います。もしかしたらすでに友人様は皇族特権を駆使しての学校推薦型選抜で筑波大学に推薦合格されている可能性も否めないかと思います。進学先が東大や筑波大など名だたる大学が挙がっておりますが、どちらの大学に進学されても特別な立場を利用して進学されたと思われてしまうことが問題なのだと感じます。
校則の方々が学習院で学ばれることは、慣習などという決まり事という意味合いだけではなく、様々な意味で人々の信頼を得るために大事なことだったのだと思いました。将来天皇になられる方が進学の経緯の中、人々の親しみや信頼を失うことは残念なことに感じます。受験生だから毎日毎日勉強をするのはそうなのかもしれないけど、夏休みにどこかに出かけたって別に良いと思う。それぞれの受験生のやり方なんだから、ただそのような生活した結果もまたそれぞれ余裕なんだろうなんて結果を知っている人以外はありえない感覚だと思う。もう受験したなら結果発表まで待つしかないことなんだし、結果が出たら国民の反応もそれなりにあるだろう。今更ながら姉たちの ICU だってそれに見合った実力が本当にあったのかは怪しいところ。そう思われるような行動を日頃からしてしまっている親の態度が一番の問題だと感じる。国民から求められる公務をするのが務めみたいにさも求められていることを頑張っているという態度は理解しがたい。親の問題として見ていられるのも、未成年までこれからの行動にはきちんと自分で責任を持って行動してもらいたいとしか今は願うしかないよね。そもそも警備や設備の問題があるのに、他の人たちと同じように受かるか受からないかの罰の受験するわけないじゃないですか。数年前から決まってますよ。なんなら生まれた時から決まってるかも。昔会計の部署の頃、上司がよその部署より厳しくして始めて同等とみなしてもらえると話していたが、人ってそうなんだよね。専門であればあるほど律しないと。人んちのことだけど、やっぱり親御さんの姿勢に問題があるように思います。やっぱり三宅は三宅だなと。天皇家を一心にお支えすることに尽くしてほしい。このご家族のことって、良くない裏話みたいなものをよく目にしますか？誰がリークしているんですかね？仕事で知り得ることには守秘義務があると思うのですか？どちらにしても良い話を聞かない。どこかの誰かが嘘をついているか、本当にこのご家族が国民から慕われていないか、どちらかですね。皇族としての立場を利用しての受験は一般の人にとって許容できるものではないと思います。当事者はいくら利用していないといったところで、そんなことはありえないのが当然です。すべきでないことを平然としている三宅の方に対して、主権者である国民はどのように対処すべきか、言論や行動も必要かと思うようになりました。結局は結果ありきで、むしろそれを国民にどう納得させるかが本人の受験以上に難解なのではありませんか。最近になって筑波大だの東大は断念したのと情報が流れていますが、一方で進学先候補大学では建物や設備の改修が進行し、教授の中には入試には高桁を公言する方まで。各席せずとも、もう準備万端でしょう。試験当日、学校の門の前には複数のテレビクルーが集まっていたのか。マスコミも相変わらずデリカシーがないな。一般受験生にとっては今までの苦労が報われるかどうかの勝負書なのに。落ち着いた雰囲気の中で一般受験生が受験できるようにという配慮はないのか。友人様も特例として偽名で受験するようなことは不可能だったのか。合格したらその時点で明かせばよい。そうすることで初めて一般受験生と横一線に並んだことになる。学校側も正式に受験したとあれば落とすわけにはいかないよね。当落線上にいた一人が落ちることになる。こういう報道が出る時点で、いかにこの親王様はじめ秋篠宮家の方々が国民から相応の目で見られているかがよくわかる。 T 大推薦は世間の大きな声で断念し、もう一つの T 大推薦入試なら大丈夫だろうという感覚なのだろう。しかも大きく見えない力で得ることができるから、勉強しなくとも大丈夫なのであると思う。こういう姿勢で未来の天皇になろうとしているのかと。国民目線としては一般人と同じ入試で臨めば大きな声は出てこないだろうと感じている方々も多いかと思う。秋篠宮家周辺からたびたびこういう記事が出てくること自体が尊敬される三宅からはるか遠くになりつつある。友人様が己の才覚と努力で入学するのなら、どんな大学に進学しようとも一人の未来ある若者として誰もが応援しようという気持ちが素直に出てくると思う。しかしながら、どうしても見えざる神の手が働いているのではという疑惑が多すぎることが批判を集めているのだと思う。仮に友人様に何かしらの才能があったとしても、子供の時から周囲がお膳立てをし楽を覚えさせてしまったら、ついにはその才能が開花することはないだろう。もっと子供の頃から主体的に考えさせ、自分の行動に対する責任を周囲が教えてあげるべきだった。普通なら今からでも間に合うと思うのだが、この問題は友人様個人というよりもご両親の責任が大きいところでもあるので、なかなか難しいところだ。皇室のための学習院を蹴って、お茶の水から筑波大附属と半ば強引に進学を果たし、次は東京大学へと推薦の道を歩もうとしたところ、国民からの反発の声が多数届いて、筑波大学への推薦に切り替えたということでいいのかな。とりあえずこれで国民に寄り添う皇室の姿と言われても誰も納得しないでしょう。
高校までの道筋は過去のことだから言っても仕方のないことだけど、とりあえず海外大学に留学するのが無難な選択だと思うけど、なぜ国立の学校にこだわるのか。本来国立に入学できる能力があったとしても最初から学習院一本で行くべきはずなのに、それを頑なに拒否する姿勢が今の皇室の姿に見られるのは非常に遺憾である。こんな時代だからこそ新しい皇室の形を模索しなくてはいけないだろうに、誰が悪いのかわからないけど、ご本人が自ら志望された進路とは思えないし、両親とも学習院、しかも母方の祖父は学習院教授、この環境でここまで学習院を避けまくる、そのことに対する不信感が国民の間に積もり積もっているわけで、今後は秋篠宮家及びこの息子が国民の信頼を回復できるかは極めて困難と言わざるを得ない。大半の国民が本当にまともに受験して入学するのか否かという疑いから考えないといけない状況にあることが、まずこの方たちが皇族のままでよいのかが疑問です。ご家族で皇族を降りられたらどうでしょう。これまでも家族間でいろいろ疑われることしているので仕方ないですね。大体の国民はそう思われていることだと思います。しっかりご自分の預金で土地を買い、住居を建設し、固定資産税なども支払いになられては。さすがに共通テストが必要な東大推薦と違って、その必要がない筑波大学の学校推薦であればインチとは言われない。とはいえ警備に莫大な経費が必要となる。そこまで血税を使っているものは親の見栄の満足だけだとしたら非難は避けられない。天皇となるための何かを得ることができるのであれば良いのだが。